この不吉な夜から3日後の午前9時にヘルマンはの尼寺に赴いた。そこで伯爵夫人の告別式が挙行されたのである。何ら後悔の情は起こさなかったが、お前がこの老婦人の下手人だぞという両親の声を彼はどうしても抑えつけることができなかった。彼は宗教に対して信仰などを抱いていなかったのであるが、今や非常に迷信的になってきて、死んだ伯爵夫人が自分の生涯に不吉な影響を被らせるかもしれないと信じられたので、彼女のお許しを願うためにその葬式に列席しようと決心したのであった。教会には人がいっぱいであった。ヘルマンは洋々に人垣を分けていった。棺はビロードの天蓋の下の立派な厨子に安置してあった。その中に故伯爵夫人はレースの帽子に純白の主婦の服を着せられ、胸に合掌して眠っていた。厨子の周囲には彼女の家族の人たちが立っていた。召使らは肩に紋章入りのリボンをつけた黒のカフタンを着て、手にろうそくを持っていた。一族、息子たちや孫たちやそれからひ孫たちは皆深い悲しみに沈んでいた。誰も泣いているものはなかった。涙というものは一つの愛情である。しかるに伯爵夫人はあまりにも年を取りすぎていたので、彼女の死に心を打たれたものもなく、一族の人たちも遠から彼女を死んだ者扱いにしていたのである。ある有名な僧侶は葬式の説教を始めた。彼は単純で、しかも哀憐の情を起こさせるような言葉で、長い間キリスト教信者としての死を静かに念じていた彼女の平和な永眠を述べた。ついに死の女神は信仰深き心を持って、あの世の夫に一心を捧げていた彼女をお迎えなされましたと彼は言った。法会は深い沈黙のうちに終わった。一族の人々は死骸に永別を告げるために進んでゆくと、その後から大勢の回想者も続いて、他年自分たちの不真面目な娯楽の関係者であった彼女に最後の敬意を表した。彼らの後ろに伯爵夫人の屋敷の者どもが続いた。その最後に伯爵夫人と同年配ぐらいの老婆が言った。彼女は二人の女に手を取られて、もう老いぼれて地にひざまずくだけの力もないので、ただ二三滴の涙を流しながら女主人の冷たい手に接吻した。ヘルマンも棺のあるところへ行こうと思った。彼は冷たい石の上にひざまずいてしばらくそのままにしていたが、やがて伯爵夫人の死に顔と同じように真っ青になって立ち上がると、厨子の階段を上って死骸の上に身をかがめた。その途端に死んでいる夫人が彼をあざけるようにじろりと睨むとともに、一つの目で何か目配せをしたように見えた。ヘルマンは思わず後ずさりするはずみに足を踏み外して地に倒れた。二三人が飛んできて彼を引き起こしてくれたが、それと同時に失神したリザベッタ・イバノブナも教会の玄関へ運ばれていった。この出来事が少しの間陰鬱な葬儀の荘厳を乱した。一般回想者の間からも低いつぶやき声が起こってきた。背の高い痩せた男で亡き人の親戚であるという侍従職がそばに立っている英国人の耳元で、あの青年士官は伯爵夫人の私生児ですよとささやくと、その英国人はどうでもいいといった調子でへえと答えていた。その日のヘルマンは終日不思議に興奮していた。バスへの料理屋へ行って、常になく彼はしたたかに酒をあおって内心の動揺を拭い去ろうとしたが、酒はただいたずらに彼の空想を刺激するばかりであった。家へ帰ると彼は着物を着たままでベッドの上に身を投げ出して深い眠りに落ちてしまった。彼が目を覚ました時はもう夜になっていたので、月の光が部屋の中へ差し込んでいた。時計を見ると3時を15分過ぎていた。もうどうしても寝られないので、彼はベッドに腰をかけて老伯爵夫人の葬式のことを考え出した。あたかもその時何者かが往来からその部屋の窓を見ていたが、またすぐに通り過ぎた。ヘルマンは別に気にも留めずにいると、
それからまた2、3分の後、控えの間のドアの開く音が聞こえた。ヘルマンはその伝令歌詞がいつものように夜遊びをして酔っ払って帰ってきたものと思ったが、どうも聞き慣れない足音で誰かスリッパを履いて床の上をそっと歩いているようであった。ドアが開いた。と思うと真っ白な着物を着た女が部屋に入ってきた。ヘルマンは自分の老いたる乳母と勘違いをして、どうして真夜中に来たのであろうと驚いていると、その白い着物の女は部屋を横切って彼の前に突っ立った。ヘルマンはそれが伯爵夫人であることに気がついた。私は不本意ながらあなたのところへ来ました、と彼女はしっかりした声で言った。私はあなたの懇願を入れてやれと言いつかったのです。3、7、1の順に続けてかけたならあなたは勝負に勝つでしょう。しかし24時間以内にたった1回より勝負をしないということと、生涯に二度とカルタの賭けをしないという条件を守らなければなりません。それからあなたが私の付き添い人のリザベッタ・イバノブナと結婚してくだされば、私はあなたに殺されたことを許しましょう。こう言って彼女は静かに後ろを向くと、足を引きずるようにドアの方へ行ってたちまちに消えてしまった。ヘルマンは表のドアの開けたてする音を耳にしたかと思うと、やがてまた何者かが窓から覗いているのを見た。ヘルマンはしばらく我に帰ることができなかったが、やっとのことで立ち上がって次の前へ行ってみると、伝令歌詞は床の上に横たわって眠っていたので、散々手こずった挙句にようやく目を覚まさせて表のドアの鍵をかけさせた。彼は自分の部屋に戻ってろうそくをつけて、自分が幻影を見たことを細かに書き留めておいた。精神界において2つの固定したアイデアが共存するということは、物質界において2つの物質が同時に同じ場所に存在することと同じように不可能である。3、7、1の秘伝はすぐにヘルマンの心から死んだ伯爵夫人の思い出を追い抜けてしまって、彼の頭の中をまだんなく駆け回っては彼の口によって繰り返されていた。もし若い娘でも見れば、彼は「よう、なんて美しいんでしょう、まるでハートのさんそっくりだ」と言うであろう。またもし誰かが「今何時でしょうか」と聞いたとしたら、彼は「7時5分過ぎ」と答えるであろう。それからまた丈夫そうな人たちに出会った時には、彼はすぐに1の字を思い出した。3、7、1の字は寝ていても彼の脳裏に出没してあらゆる形となって現れた。彼の目の前には3の切り札が爛漫たる花となって咲き乱れ、7の切り札はゴシック式の半身像となり、1の切り札は大きい雲となって現れた。そうしてただ一つの考え、こんなにも高価であがなった以上、この秘密を最も有効に使用しようということばかりが彼の心をいっぱいにうずめていた。彼は鹿を利用して外遊して、パリにたくさんある公園の賭博場へ行って運試しをやろうと考えた。ところがそんな面倒なことをするまでもなく、彼にとっていい機会が到来した。モスクワには有名なシェカリンスキーが元締めをしている富裕連の賭博の会があった。このシェカリンスキーはその全生涯を賭博台の前に送りながら何百万の富を築き上げたという人間で、自分が勝てば手形で受け取り、負ければ現金で即座に支払っていた。彼は自分の長い間の経験によって仲間からも信頼せられ、彼の開けっぱなしの家と彼の腕利きの料理人と、それから彼が人をそらさぬ態度とによって一般の人々から尊敬の的になっていた。その彼がセントペテルスブルグにやってきたので、この主婦の若い人々は舞踏や女を口説き落とすことなどはそっちのけにして、ファロー、指定のカルタ一組のうちから出てくる順序を当てる一種の賭けカルタに端的せんがために、皆その部屋に集まってきた。彼らは陰銀な召使いの大勢立っている立派な部屋を通っていった。賭博場は人でいっぱいであった。将軍や顧問官はウィスト、4人でする一種の賭けカルタを試みていた。
若い人々はビロード張りの長椅子にだらしなく寄りながらアイスを食べたり、タバコをくゆらしたりしていた。応接間では賭けをする一組の連中が取り巻いている長いテーブルの定席にシェカリンスキーが座って元締めをしていた。彼は非常に上品な風采の五十絡みの男で、頭髪は銀のように白く、そのむっくりと太った血色のいい顔には善良の性が現れ、その目はまだなく微笑にまたたいていた。ナルモブは彼にヘルマンを引き合わせた。シェカリンスキーは10年の知己のごとくにヘルマンの手を握って、どうぞご遠慮なくと言ってからカルタを配り始めた。その勝負はしばらく時間を費やした。テーブルの上には30枚以上の切り札が置いてあった。シェカリンスキーはカルタを1枚ずつ投げては少しく間を置いて、賭博者に持ち札を揃えたり、負けた金の覚書などをする時間を与え、一方には賭博者の要求に対していちいち陰銀に耳を傾け、さらに賭博に沈黙を守りながら、賭博者の誰かが何かの拍子に手で曲げてしまったカルタの角を伸ばしたりしていた。やがてその勝負は終わった。シェカリンスキーはカルタを切って再び配る準備をした。どうぞ私にも一枚くださいませんか。とヘルマンは勝負をしている一人の男らしい紳士の後ろから手を差し伸べていった。シェカリンスキーは微笑を浮かべると承知しましたという合図に静かに頭を下げた。ナルモブは笑いながら、ヘルマンが長い間守っていたカルタを手にしないという誓いを破ったことを祝って彼のために幸先のいいように臨んだ。はったとヘルマンは自分の切り札の裏にチョークで何か印を書きながら言った。おいくらですかと元締めが目を細くして尋ねた。失礼ですが私にはよく見えませんので。47,000ルーブルとヘルマンは答えた。それを聞くと部屋中の人々は一斉に振り向いてヘルマンを見つめた。こいつどうかしてるぞとナルモブは思った。ちょっと申し上げておきたいと存じますがとシェカリンスキーが例の微笑を浮かべながら言った。あなたのおかけなさる金額は多すぎはいたしませんでしょうか。今までにここでは一度に275ルーブルよりお張りになった方はございませんが。そうですかとヘルマンは答えた。ではあなたは私の切り札をお受けなさるのですか、それともお受けなさらないのですか。シェカリンスキーは同意の印に頭を下げた。ただ私はこういうことだけは申し上げたいと思うのですがと彼は言った。無論私は自分のお友達の方々を十分信用してはおりますが、これは現金でかけていただきたいのでございます。私自身の立場から申しますと、実際あなたのお言葉だけで結構なのでございますが、賭け事の規定から申しましても、また計算の便宜上から申しましても、おかけになる金額をあなたの札の上に置いていただきたいものでございます。ヘルマンはポケットから小切手を出してシェカリンスキーに渡した。彼はそれをざっと調べてからヘルマンの切り札の上に置いた。それから彼はカルタを配り始めた。右に9の札が出て、左には3の札が出た。僕が勝ったとヘルマンは自分の切り札を見せながら言った。驚愕のつぶやきが賭博者たちの間から起こった。シェカリンスキーは眉を潜めたが、すぐにまたその顔には微笑が浮かんできた。どうか清算させていただきたいと存じますがと彼はヘルマンに言った。どちらでもとヘルマンは答えた。シェカリンスキーはポケットからたくさんの小切手を引き出して即座に支払うと、ヘルマンは自分の勝った金を取り上げてテーブルを退いた。ナルモブがまだ呆然としている間に、彼はレモネードを一杯飲んで家へ帰ってしまった。翌日の晩、ヘルマンは再びシェカリンスキーの家へ出かけた。主人公はあたかも切り札を配っていたところであったので、ヘルマンはテーブルの方へ進んでいくと、勝負をしていた人たちは直ちに彼のために場所を空けた。シェカリンスキーは丁寧に挨拶した。ヘルマンは次の勝負まで待っていて、一枚の切り札を取ると、その上に夕べ買った金と自分の持っていた47,000ルーブルと一緒にかけた。シェカリンスキーはカルタを配り始めた。右にジャックの1が出て、左に7の切り札が出た。ヘルマンは7の切り札を見せた。
一斉に感嘆の声が湧き上がった。シェカリンスキーは明らかに不愉快な顔をしたが、9万4千ルーブルの金額を数えてヘルマンの手に渡した。ヘルマンはできるだけ冷静な態度でその金をポケットに入れるとすぐに家へ帰った。次の日の晩もまたヘルマンは賭博台に現れた。人々も彼の来るのを期待していたところであった。将軍や顧問官も実に非凡なヘルマンの賭けを見ようというので自分たちのウイストの賭けをやめてしまった。青年士官らは長椅子を離れ、召使いたちまでがこの部屋へ入ってきて、皆ヘルマンの周りに押し合っていた。勝負をしていた他の連中も賭けをやめて、どうなることかともどかしそうに見物していた。ヘルマンはテーブルの前に立って、相変わらず微笑んではいるが青い顔をしているシェカリンスキーと一騎打ちの勝負をする準備をした。新しいカルタの封が切られた。シェカリンスキーは札を切った。ヘルマンは一枚の切り札を取ると小切手の束でそれを覆った。二人はさながら決闘のような意気込みであった。深い沈黙が四方を圧した。シェカリンスキーのカルタを配り始める手は震えていた。右に女王が出た。左に一の札が出た。一が勝ったとヘルマンは自分の札を見せながら叫んだ。あなたの女王が負けでございますとシェカリンスキーは陰陰に言った。ヘルマンはハッとした。一の札だと思っていたのがいつの間にかスペードの女王になっているではないか。彼は自分の目を信じることもどうしてこんな間違いをしたかを理解することもできなかった。途端にそのスペードの女王が皮肉な霊笑を浮かべながら自分の方に目配せしているように見えた。その顔が彼女に生き写しであるのにぎょっとした。老伯爵夫人だと彼は恐ろしさのあまりに思わず叫んだ。シェカリンスキーは自分の買った金をかき集めた。しばらくの間ヘルマンは身動き一つしなかったが、やがて彼がテーブルを離れると部屋中が騒然と湧き返った。実に見事な勝負だったと賭博者たちは称賛した。シェカリンスキーは新しくカルタを切っていつものように勝負を始めた。ヘルマンは発狂した。そうして今でもなおオブコフ病院の17号病室に監禁されている。彼は他の問いには返事をしないが、絶えず非常な早口で371、371と囁いているのであった。リザベッタ・イバノブナは老伯爵夫人の以前の執事の息子で善と有望の青年と結婚した。その男はどこかの県庁に報職してかなりの収入を得ているが、リザベッタはやはり貧しい女であることに甘んじている。トムスキーは退位級に昇進してポーリン公爵令嬢の夫となった。